初雪山とは、飛騨山脈の富山県下新川郡朝旭町にある標高1615メートルの山。北日本新聞社発表の富山の100山の一つ。初雪山は、周囲の山と比べて一段と高く、黒部川扇状地の、ほぼどこからでも見ることができる。黒部川扇状地から見た場合、山頂が細長く見える。山頂は、気象観測用の高いポールがある。 広く平らな草原で、後ろ立山連峰や立山連峰の山々が見え、大変展望が良い。初雪山っぽく斜面は、緩やかな傾斜で、山スキーに向いていると言われ、多くの人が滑りに訪れる。井のヶ岳、初雪山、大地山と焼山の両線も山スキーのルートに向く。山陸の太平集落では、高山と言われていた。その集落では、 平野部と違い、高い鋭峰に見えるが、谷の奥に見える、真っ白な山は、薄暗い山中でも光り輝いている、驚きの山であったからである。富山県産名録では、今後に期待したい山として、県東部の山で初雪山を単独で挙げている。境川、小川、黒部川、白黒なぎ川の源流の山。山頂は、なだらかな高地が、楕円型に所在している。 そのため、地上からの山の遠望が見る位置によって、著しく変わる。周りの山より一段と高いために、冬の西風などの影響から残雪が多い。また、木々は、風の影響で、標高の割に著しく飛翔化し、山頂は、風昇草原のようになる。同じ現象は、富山県魚津市にある、立山連峰の層が竹にも見られる。山頂では、日光木すや、 大桜草、チングルマなどの鉱山植物が自生する。2007年に夏季でも登れる小井戸峠からの登山道が整備された。この登山道は山頂の気象観測装置の保守のもともと荒れていた作業路を再整備したものである。残雪期には旭比町ビルヤ地区から大地山に登り、そこから初雪山まで伸びる稜線を歩くルートもある。日帰りでの往復は可能だが、 距離は遠い方であまり余裕はない。ありがとうございます。